時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師中間君弘と戦わない弁護士工藤敦子です。よろしくお願いします。お願いします。この番組はですね、日曜日の憂鬱を希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmgino1.com、797@fmgino1.com までお願いします。YouTube でも、同時に、配信しています。YouTube から入っていただいて、fmgino1 日曜日の憂鬱と検索していただけるとご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。はい。はい、ということで。はい。ということで、8月最後の日曜日ですね。はい。はい。はい。まずはちょっとメッセージ、コメントからご紹介します。はい、ありがとうございます。ですね、東京都練馬区の、浅草の辛坊さんから、私の参加している交流会で同年代が3人いますが、怪我のない方、白髪の方、私なんとか黒髪っていう方、同じ年代なのに不思議ですねっていう、まあ、感想ですね。はい。髪の話題があった時ですよね。白髪の話題とかですとかね。はい。まあ、同じ年でもね。そうですね。やっぱり30超えて、40ぐらいから超えてくると、いろいろ本当に外見の差は出てきますからね。いろいろあるんでしょうね。いろいろ。はい。まあ、そこ仲間さんに聞いてるとね、きっと3時間ぐらいかかるんでね。はい。まあ、その辺はコメントいただければと思います。はい、辛坊さん、ありがとうございました。はい。はい、で、本日はですね、素敵なゲストを、お呼びしてますので、後ほど、ご紹介したいと思います。はい、そうですね。今日のゲストはですね、私と仲間さんの共通の趣味の一つであるプロレス関連なんですけれども。はい、本日ゲストをお呼びしてますので、ご紹介します。東京都新宿区でですね、忍者マッサージというちょっと特殊な、日本酒を使った、指圧治療院をされています、吉原正史さんです。吉原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。忍者マッサージの吉原正史です。新宿神谷台で吉原指圧治療院で、日本酒とか酒粕を使って体の痛みを取るマッサージをしております。よろしくお願いします。はい、お願いします。新日本プロレスのトレーナーをされているということと、あと以前は吉田沙保里さん、伊調馨さん、はい、中日ドラゴンズの、元トレーナーもされていたということで、すごい肩書きがある、っていう。素晴らしいですよね。そうですね、もう。ねえ、はい、プロレスファンだったらすごいいろいろ聞きたいことがある、うんうんうん、そうですよね。この前あのね、夏の新日本の G1 クライマックスもありましたし、はい、そこの最後の武道館3連戦も吉原さんトレーナーとして入られてたということで、はい、はい、そうですね、あの新日本プロレスの G1 クライマックスの方の日本武道館、はい、3日間16、17、18とトレーナー室の方に詰めて選手のケアに当たっておりました。はい。はい。それに使う忍者マッサージという、まあ、特殊なマッサージなんですけど、ちょっとなんか説明とか簡単にしていただけると。はい、そうですね。もともと、忍者が、追ってから追われて逃げてるときに足をひねったその捻挫を、はい、日本酒で、その場で治したマッサージがルーツになってまして、それが陸軍中野学校っていうスパイ、日本軍のスパイの養成所が中野にあったんですけど、東京の今中野の警察病院になってる場所なんですけど、駅前のそこが、はい、あの警察学校で
その前が陸軍中野学校っていうスパイの養成所だったんですね、日本軍の。そこでそのスパイが体の怪我をして、戦えなくなった時にその日本酒を使って自分の体を治すマッサージのカリキュラムがあったんですね。で、それを収めた、日本軍のスパイの生き残りの方が、その私の先生の先生、小山田秀夫っていう方になります。なるほど、なるほど。で、それが私の師匠の右近先生に伝わって、その時代ですね、アントニオ猪木さんが体のケアをするために、ご自身の体のケアのために、その治療を好んで行ってたんですね。それがきっかけで、猪木さんと右近先生と、あと名古屋のプロモーター会社の共同企画の富野社長と、3人で、プロレス界にもトレーナーが必要じゃないかと。その当時、プロ野球、巨人軍だとかでは、中日ドラゴンズではトレーナーっていう制度ができた後だったので、やっぱり同じくプロスポーツで、体をね、酷使するプロレスラーの世界にもトレーナーというものが必要じゃないかということで、その3人で、こう、新日本プロレスリングトレーナー制度っていうのを作ったのが、この治療とプロレスの始まりになります。なるほど、なるほど。実際じゃあ、この忍者マッサージを使って、新日本プロレスの選手のケアをされてるっていうこそうとでか。すね。はい。もともと、あれなんですかね、結構、今で言うと、岡田和親選手であったり、棚橋弘至選手とか、結構知名度がある有名な方なんですけど、そういう方もマッサージ、ケアされてるんですか？そうですね、トレーナールームの方に、僕がトレーナーで入るときって、東京ドーム、1.4.5の東京ドームだったり、両国国技館とか、日本武道館、あと代々木体育館の時もありますが、そういう大きい大会の時にトレーナーに入るんですけど、行くと、岡田選手であったり、棚橋選手であったり、内藤選手であったりとか、真田選手であったり、その時のタイミングで治療する選手っていうのがそれぞれいるっていう感じになります。それは試合後に大体されるんですか？プロレスの場合は、ね、試合前に治療することが多いですかね。やっぱり選手もそのいいパフォーマンスとかいい技をこう見せたいので、やっぱり体の柔軟性を高めるためにっていうのはマッサージの、一つの役割でもあるので、いい試合ができるためのケアとしてのマッサージとして、選手はトレーナーのマッサージを受けることが多いですね。1.4の東京ドームとか、僕も毎年行かせていただいて観戦してるんですけど、そのメインイベンターが吉原さんのマッサージで始まったのかと思うとすごいなと思います。なんか、なんか実際に、吉原さんがマッサージしてきたんだみたいな。知ってるとね、余計楽しくなるやつですよね、多分。三塁側の、選手の入場口の三塁ベンチの裏がトレーナー室なので、入ったところにベッドがこう、3、4台並んでるので、そこで治療してますね。なので、特にハイゼロ試合、ダーク試合って言われてる、第1試合の前の試合がいくつかありました。ってある。それが結構面白かったりするじゃないですか。もう、ニュージャパン乱暴ですね。バトルロイヤルバトルロイヤル。スタジアムの選手であったりとかって何試合かあるんですけど、あれはもう本当トレーナー室のすぐ隣から出場するので、マッサージしながら選手を送り出しているような感じになりますね。すごいすごい。もうなんか往年の選手が出たりしますよね。藤浪辰爾さんとかも出たりしてましたよね。そう、対ダー戦。クで1分ごとに選手を投入するんですよね。で、そのファンもどの選手が来てるか知らされてないんです、東京ドームで。そうですね。なので、1分ごとにテーマ曲が流れて、初めてその選手することになるので、藤浪辰爾選手のテーマ曲であったりとか、以前は歌舞伎さんとかも出られグレート歌舞伎。テーマ曲ですね、和風な、で、連獅子の衣装で、尺を振るっていう、
のがあったりとか、そういうのを初めてそのテーマ曲を聴いて、ファンのどよめきが起こるみたいな感じの。その以前から吉原さんは知ってる形になるんそのちょっと前に驚いてます。歌舞伎さんだとか思って。すごい。ですね。でも歌舞伎ファンとかも超レジェンドですよね。そうなんですよ。だから僕も子供の頃見てた選手なので、まあ、それは今の現役の選手も一緒なので、と、ある選手をこう僕はマッサージしてたんですけど、歌舞伎さんのテーマが流れた途端に、その寝ててマッサージを受けてた選手と僕と同時に、ちょっと見に行かないみたいになって、マッサージやめて、すごい、すごいですよね。確かに行きたい。その時のスターピッチですからね、目の前で見れるみたいな。で、一回忍者マッサージやめて、歌舞伎さんの入場見に行きました。で、すごい。長い東京ドームの花道をスポットライトを浴びて、歌舞伎さんのテーマ曲、も流してください。歌舞伎さんのテーマ曲が流れる中、スポットライトを浴びて、音楽を振り回している歌舞伎さんって、で、やっぱりグッとくるものが、トレーナーの私も選手もあって、で、リンクですぐ毒霧を吹いたんですよ、歌舞伎さんに。それ見てましたね。見てました、見てました。新日の若手が、毒霧浴びて、転び回って、で、レフリーに反則されて、すぐ帰ってきました。でも、すごいですよね、でも。すごいですね。すごい。僕言うと、私ね、すごく感動しましたね、やっぱりね。不安に戻りますね、ああいうのはね。いやー、でもすごいですね。もともとその新日本プロレスの、一番最初にトレーナーされた選手って、レジェンドの方とか誰かいらっしゃるんですか？一番最初？そうですね。私はもともと子供の、まあもともと僕子供の時からプロレス好きだったので、金曜日の夜8時の新日本プロレスのワールドプロレスリング見て、すごくこうプロレスごっこもしてプロレスラーになりたいとか言ってた子供がいて、ずっとレスリングをやってて、レスリング高校大学実業団やった後にアママッサージしやすくなって、僕の師匠に出会って初めて連れて行ってもらった、その新日本プロレスの、トレーナー室で見たのが、トレーナー室に行って初めて見たのが、やっぱ三銃士、まあ、チョンさんだったと思いますね。すごい。すごで、いです。もともと僕がその、私の師匠の右近先生に入門しようと思ったきっかけは、その右近先生が長州力さんの治療をしてたのを見たのがきっかけなんですね。すごい。長州さんですか。その時の、記憶が本当に映像が鮮明で、長州さんの体の痛みを10分ぐらいで治してたのがこの治療で。すごい。まあ、腰の痛みだったんですけど、それを10分くらいすごく痛そうなマッサージをして、長州さんがのたうち回ってる映像だったんですよね。そのビデオだったんですけどね、最初見た。で、長州さんがもうプロレスやってんのかと思うぐらい、おーい、痛たたたたた、おーい、痛たたたた、まく受けてるのに、そういう。10分くらいやったら、あー、痛くない。あ、これ、試合できます。ありがとうございます。右近先生って言ってリングに向かう。映像新日本プロレスの愛知県体育館のトレーナー室の映像だったんですけど、で、それがね、僕がその前の年まで、もうマッサージ師の学校には行ってたんで、岐阜の後輩のアマチュアレスラーの治療にはトレーナーとして入ってたんですけど、その腰の痛みとかを取るのってすごく難しいことなんですね、本来。マッサージって気持ちいいとか、そういうご褒美みたいな、リラクゼーションのようなマッサージってすごく世の中に多いんですけど、本当に治す痛みを取る治療っていうのは、かなりレベルの高い話だし、の方がすごい少なかったので、高校生レスラーで悩んでた腰の治療
をちょっと課題として持ってるときに、その映像、長州力さんのその姿見て、それで3本全然弟子入りしたんですけど、だから、マッサージの道に入ったきっかけは長州力さんと。そうだったんですああ、はい。で、実際、長州力さんのマッサージも吉原さんもされたっていう。長州さんはその頃新日離れてたので、ああ、はは。実際には僕が見たのはちょっと前の映像だったので、まだ新日本プロレスに所属してる時の長州さんで、僕がトレーナーで入る時にはもう現場に長州さんってなかなか、またその後ね、長州さんでいろんな団体とかいろんなとこ自分で作ったりしてる方なので、縁があったりなかったりだけど、その後は新日本プロレスの道場で練習してるところをちょっと拝見したぐ時はありましたけど、トレーナーとして長州さんについたことは多分ない、ないかな。ないと思います。だちからなみそのに、後、武藤選手はあるんですか？武藤選手も、もともと闘魂三銃士のね、一人ですけど、やっぱ武藤さんも出てってる選手だったので、トレーナー室で武藤さん見ることは、ないですね。長州、やっぱり、蝶野さんがずっと新日に残ってらっしゃるじゃないですか。なので、長州さん、あ、長州じゃないで、蝶野さんを中心に、天山さん、小島さん、すごいですね。とか、そういう感じの選手はよく見てました。なんかこう、吉原さんから見て、もうどの選手もすごいとは思うんですけれども、この選手すごかったな、みたいなのあります。これはね、棚橋選手だと思います。すごいですよね。最初に棚橋選手を見たときは、ちょうど2000年の初めの頃、新日本プロレスの暗黒時代といいますか、お客さんが入らない時代だったんですよね、その頃。世の中にプライドとか総合格闘技っていうジャンルが出始めて、プロレスのファンが、プロレスのチケット買うんじゃなくて、総合格闘技のチケットを買いに行くようになった時代で、その時の初めてチャンピオン、IWGP のチャンピオンになったのが棚橋選手で、会場は愛知県大会に行っても6割ぐらいの入りだったと思うんですけど、そこを盛り上げようとして一生懸命になってる若い棚橋選手、新チャンピオンがいて、で、田橋君ってもともと岐阜の大垣出身で、私は岐阜の飛騨の出身なので、同郷でもあるんですけど、田橋君と本当、目に涙ためながらね、頑張ろうっていう気持ちを持って一緒に走ってきたような選手が田橋選手になるんですけど、その時にね、初めてこう、愛してますって言ってパフォーマンスしながら、プロレスを盛り上げようとした棚橋君と、今、またその V 字回復というか、新日本プロレスすごい人気ありますけど、今でもそのチャンピオンに近いところで頑張っている棚橋君を、忍者マッサージを通しながら見ると、やっぱりすごい選手だなっていうふうに思ったりしてます。本当、あれですよね。人間性がすごいですよね、棚橋選手。疲れない男ですから。すごいですね、でも。すごいですね。この間 G1 クライマックスはちょっと、決勝まではいけなかったですけど。ねえ、そうですよね。ねえ、G1 いい試合でしたよね。いい試合でした。本当はね、岡田、玉橋見たかったですけど。そうですね。それを期待するファンもね、多かったと思いますね。そうですね。まあ、もちろんね、オスプレイも素晴らしいんですけどね。オスプレイね。私がこう、ああいう空中戦の人好きなので。そうなんですよ。体 が好きなので。でも、オスプレイ選手は体重を20キロぐらい増加したじゃないですか。あれで飛べるって普通ありえるんですか？ 同じジュニアとの時とほとんど同じ動きをするっていうか、もう技もほぼ同じだけどパワーが増したみたいな。ですね、オスプレイの動きっていうのは飛び抜けてて、やっぱあんな動きをできる選手って世界見てもいないので。すごいですよね、本当に。すごい、びっくりしました。飛び抜けてます、オスプレイの能力っていうのは。体重があんだけ増えても全然変わらず飛べるし、回転技もするしみたいな。もう今までにない衝撃ですよね、プロレスっていうのは。
まあ、そこでね、岡田選手もその動きに負けてなくて、それでね、優勝することができたんですけど、本当にトップの2人の試合でしたね、G1 の決勝っていうのはね。すごかったです。本当でも技の精度とか、なんか本当に昔ももちろんすごいのあったかもしれないですけど、今ってすごいですよね。もうジュニアが昔使ってたような技を普通にヘビー級を使うじゃないですか。すどごんい。どんレベルが上がってきますよね。きますよね。あれ、中間さん、どういう選手とどういう技が好きなんでしたっけ？あ、僕はちょっとマニアックなんですけど、後藤選手の、GTR ですかね。後藤選手、ちょっと頑張ってほしいって。そうですなんかね。強いんだけど、ちょっと日の目をもっと見てほしいなっていう、なんかちょっとコアなファンなんです。荒牧さんですね。荒牧さん、後藤博樹ですね。そうです、後藤宏樹選手です。いい選手です。後藤選手も、彼が、三重県出身なんですけど、入門した時からし、僕し、一緒に練習やってたんですけど、後藤選手って入門して1年目で勝った打球して、1回退団してるんですね。で、オペをして、で、もう一度トレーニングを積んで、もう一回その新日本プロレスに入団してるっていう。その肩外した時に、愛知県にある新日本プロレス闘魂ジムっていう、名古屋のその共同企画の富野社長のやってるプロレスジムがあって、そこの闘魂ジムで、私はその当時コーチやってたんですね。で、一回肩怪我して退団した後藤選手は地元に帰って、その闘魂ジムで練習、僕、スパリング一緒にやりながら、で、肩直して、それで本当に入団してる選手なので、僕もすごい期待もしてますし、すごくしてるし、彼のその持ってるもののかっこよさっていうのは飛び抜けると思いますね。そうですね。でも実際強いですよね、実力は。もう上手ですし、すごくプロレスの技のセンスもすごくいいので、すごい期待できる選手ですよね。そうですね。後藤宏樹さんと、あと柴田勝頼選手、同級生コンビ。同級生のコンビで。そうです。柴田さんも一回こう、一回ちょっと3年ぐらい、あ、2年ぐらいか。ちょっと離脱されてて、そうですね。今度復帰する感じじゃないですか。そうですね。後藤選手と同じね、桑名工業高校のレスリング部のお二人だったんですけど、しばらくはね、お父さんが勝久さんって、もともと新日本プロレスの立ち上げの時のね、猪木さんと、の息子さんってことになるんですけど、一回 G1 クライマックスじゃなくて、あれは IWGP ですよね。両国技館で岡田選手と一緒にあ、そ戦っうですね。て、頭蓋骨、まあの、大怪我をしてね、頭の怪我で、一回、リハビリで戦線を抜けてたんですけど、今、アメリカの方のロス道場で、しながら、自分のもう、体調をこう上げてるっていうところで、だいぶ、体の方はね、動けるような状態まで、来てるんだと思いますけどね。すごいいい選手ですよね、2人ともね。なんかこう、渋いところって感そう、じ。渋いところですね。あれ、渋男いとがころ。欲しい選手ですからね、あの辺はね。でもすごい男が欲注してる目し国たいは。と思いました。もう、また、外国人も、オスプレイ選手もそうですし、ジェイ・ホワイト選手とかも、来て、今後、ちょっと楽しみっちゃ楽しみですね。なんか、アメリカの方にも進出して新る日し。本プロレスはね、どの角度からもすごい楽しみがいっぱい詰まったような団体なので、そうですたまちゃんも良かったですよ。たまちゃん、たよかっまたちゃん。ね。今回、すごく乗ってた選手ですよね、G1 クライマックスね。そうですね。でもなんか10月10日も両国技館で、タマトンガ選手と、ジェイ・ホワイト選手の IWGP 戦がもう決まりましたよね。ねえ、楽しみですね。やっぱり今回の活躍が、
はい。すごく光ったんじゃないですかね。楽しみ、楽しみ。で、勝った方が1.4の、来年の1.4東京ドームの岡田選手と目に入るっていう、もう決まりですよね。楽しみですね。はい。楽しみですね。タマトンガ選手も絡みはあるんですか？ そうですね、タマトガ選手も治療することもありますし、あ、そうですね、今回、なんだろうな、試合終わって、シャワーに行こうとするタマトガ選手と毎回会ってましたね、なんか毎回。すごい。すごい充実してましたね。やっぱり調子がいいとね、体の張りが良くなるんですよ。またお相撲さんと一緒だと思うんですけど。なので、今回、タマトンガ選手の体ってすごく張りがありましたし、すごく大きく見える、体だったと思います。はい。はい。ちなみに、外道選手とか、はいはい。あと、ディック・東郷選手とかは絡みはただ、高尾さん、なんか渋いところ大好きですなんか、そういうちょっとダークな人の方が、役をされている方の確かにね、プロレスの魅力って、面白い。ヒールの、良さ分かってる人ってかなり通な方なんですけどね。ヒールいないと面白くないですよね、なんかやっぱり。なかなかですね。はい、あたりの選手もやっぱり怪我とかね、どうしてもやっぱりベテランなので多いので、体の調子見ながらいろいろやってる。確かにあたりの選手の動きって試合が引き締まるので、すごく大切な選手ですよね。はすごいですね。でも、外道選手とか、ちょっと、い。はい。対談してみたいですね。どの選手と対談したいんですか？けど、はい。面白そう、面白そう。これはね、僕、浜さんとお話しすると、楽しい話になるんじゃないかなとは思ってたんですけど、もし、邪道下道で、締める話になるとは思わなかったです。選手は、親日回復のかなり立役者ではありますよね。ありますね。今言ったように、プロレスっていうのはどれだけね、ヒールが、いいヒールと言いますかね、どれだけこう、悪いかってすごい大事で、いやー、でも、外道選手いなかったら、多分こんなに岡田和親選手も、そもういうしこかとしたら今の姿なかったかもしれないですもんね。なんか、そういうところが好きなんですね、仲間。そうですね。江戸さんのコメントがもうすごい面白くて。なんて言ってましたっけ？いや、レベルが違うんだよっていう、あれです。ああ、そうですよね。確かに、岡田選手、若いので、チャンピオンになりたての時とかね、そういう、周りの選手のコメントですごく、光ったというか、そういう部分ありますよね。これ、自分たちのね、この経営者の仲間の集まりもそうかもしれないですけどね。自分たちがプロレスを好きになる一つの要素かもしれないですよね、その辺というのは。そうではすね。なんかもうずっと聞いていたいんですけれども、そうですね、もう時そう間なんが。です。そろそろお時間となってしまいました。もうまた何か吉原さん来てください。そうですね、はい、1お願いし回じゃま収まらない。す。これ以上さまないですね、確かに。じゃあ一応最後に手相コーナーを。え、そこな入れます？今日なくてもいいかなと思いながら。いや、サクッといきます、サクッと。皆さん、生命線わかりますか？生命線。親指と人差し指の間から出て下に伸びる線ですよね。そこの途中から何かこうピコって出てる線ある方いますか？生命線からね、こうやって、なんか、そこを生命線から、ちょっと視点は一緒なんだけれども、もう一個線が入ってるみたいな。入ってる、入ってる。入ってる。入ってる方は渡航線って言われて、海外渡航線で海外に縁があったりとか、すごく移動される方っていうことですね。今回、そう、日本武道館でも外人レスラーいっぱい見たんですよ。で、もう一回治療すると気に入って首アジャストしてくれみたいな感じで、外人選手の首治療しながら、
このままロス道場行っちゃうのかなと思ったりしました、僕。あ、もう海外行きましょう、吉原さんね。なるほど。超。という感じで、はい。この番組は、毎週日曜日の、夜8時から放送しますので、来週もぜひご視聴お願いします。よろしくお願いします。吉原さん、今今日日ははい、今日はありがありがとうございました。はい、皆さんまた来週日曜8時にお会いしましょう。ありがとうございました。とうございました。おやすみなさい。